はい、皆さんこんにちは。.com.com です。パズルボブル4実況プレイパート28です。さあ一人でパズル裏面のパート6というか、まあ6周目ですね。あと2周ですね。正直次回とつなげてもいいんじゃないかなって気するんですけど、まあいいです、やってきます。まあ今回通るのは BEHLRX なので、R と X だけ入れるので、最初4つはカットしましょう。いきましょう。はい、手の脇で L 面まで来ましたので、いよいよ今回が初のステージいきましょう。 R です。正直うち今の気分は、一応次チャレンジモード控えてるんですけど、さっさとやりたい。チャレンジャーうち好きですね。チャレンジモードは本当好きなんで、やりたいんですよ、本音言うと。一方まあ自分で決めたことなんで我慢しますけどね。そういう人なんていらないのばっか出てくるのかな。オレンジのカウンターがいらねえっつうのに。はあ、もうこれ死亡フラグだな。はい、もう死亡フラグ確定です。はあ、ほんとめんどくさい。収録めんどくさいけど、まあ編集が余計めんどくさいですからね。一応これ収録時点では、あのパート21、あのタムタムのあれ編集できてません。いや本当はやったんですけど、あの最後ちょっとわけわかんないことしたせいで、あのもう全部やり直すことにしたんですよ。やだね、編集ってこういうのが結構めんどくさいから嫌なんですよね。今までだったらまあ溜めとっても普通に適当になんとかやってたんで、なんでこんな時に白が出るんで。これびっくりした。 R の2、ちょっと待って、なんかもういきなり萎えるんだけど、これもう結局くっついてる以上はやりやすいことはやりやすいですよね。で、まあこれで一緒消えて、あ、右やっとけよかったな。で、黒と黄色は切り離さずしていきます。あ、失敗だった。どっちやればよかったな。ちょっと待って、赤ちぎる、クリア、よかった。青連続で来てくれた。 R の3、ちょっと待ってよ、これは成功法でいかないとなんともなんないよね。だけどさ、いらない色が出すぎなんだよね。入らない。なんで？こういう時に限ってどうでもいい色がバラバラで出てきますよね。もうこれ無理っしょ。今あそこ入れたせい失敗しました。テイク2、これ成功法じゃなかった、これどうやるの。しかも入れる場所が違う、こっち。成功法じゃなかったらどんどん上にたどってって消していくんですかね、きっと。こうするでしょ。入れようよ。あれ、いや、これいいや。
穴が入ったからいいけど、あ、ここ青そろ、青じゃない、赤そろった。でももう意味がないんだよね。こうで、でこっちちぎれば、あとは反射使えばクリアしますもんね。R の4、まあ、デジャブだと思うこれ。はい、あれ、ちょっと待って、ちぎる、ちぎる、クリア。危な、R の5。何これ、短い1分だけ許すけど、これは何をしろと。ちぎって、あ、失敗した、クリア。まあいいか。